チャオエリコです。今日は私の、お掃除ルーティーンをお見せしたいと思います。あんまり片付けとか掃除とか得意な方じゃないんですけど、よかったら最後まで動画見てください。じゃあ今日はこれらの洗剤を全部使っていきます。じゃーん、見事に洗い物がたくさん溜まっております。よし、頑張って食器洗いするか。はい、うちのシンクはですね、ご覧のようにダブルシンクになってて、真ん中にこうやって仕切りがあるんですけど、ちょっとこれ私は不便だなって思うんですけど、すすぎの時はこう上を開けると、シンクの上にすすいだもの、洗ったものをポンポンポンって置いていけるスペースがあって、結構大きいスペースなんですけど、これはすごく便利で、洗ったものをどんどん置いていって自然乾燥できるんですね。これは便利です。イタリアのゴミ箱ってよく隠されてるんですね、キッチンの中とかにね。うちもこんな感じでキッチンのシンクの下に分けてあります。ここが燃えるゴミ、これは紙だけと生ゴミと、ここはプラスチックと缶です。イタリアのお家ってこういうキッチンだけじゃなくて、普通に他の部屋もなんかゴミ箱が外に見えないお宅が多いかなって思います。やっぱりなんか床に物を置くと散らかって見えるので、できるだけ床には物を置かないみたいですね。はい、で今食器洗ったので、ここが水浸しなんですけど、日本だったらね、布巾とかで拭くと思うんですけど、イタリアはねこういうなんか布巾っていうかスポンジ、水分を拭き取る用のスポンジがあるんですね。なのでこれを使います。じゃあ今回はグリーンにしようかな。で、あとイタリアの水は硬水なので石灰を多く含んでるんですよ。なので水滴が残るとすぐなんかもう白く濁ったようななんか汚れがつくんですね。イタリアではこれが欠かせないんです。その石灰を取るスプレーがあるんですね。じゃあ今からこれでね、いろんな水回り、いろんなところを掃除していきたいと思います。ちょっとね、数分待ってからこすっていきます。本当はね、これみんな多分ゴム手袋をしてから洗った方がいいと思うんですけど、私めんどくさいからそのまま素手でやります。はい、であとは水でさーっと流します。はい、こんな感じでピカピカになりました。はい、ちょっとコンロもね、油で汚れてますね。じゃあ先にちょっとスプレーをしてからで、トイレの掃除に行きたいと思います。こうやってまず取ります。油ギトギトを落とす洗剤はこちらです。ズグラッサトーレっていうやつでね、油を落としてくれるやつです。でもこの辺から、で、これはもうこのままちょっと数分置いときます。はい、うちね、ちょっとね、シャワールームトイレは狭いんですけど、こういう洗面台とかもさっきのこの石灰を取るやつで掃除していきます。これは鏡とかガラス用の洗剤です。吹きかけていきます。で、私のおすすめはこれをキッチンペーパーで拭き取ります。そうすると綺麗になります。で、なんかやっぱイタリアの家の作りかな、なんか何でも高いんですよね。天井も高いんだけど、この鏡も私一番上まで手が届かないんですよ。ちょっと拭き取るけど、ここまでしか届かない。お、綺麗になった。この鏡は結構大きいから、まあ、便利なんですけど、私が前住んでた家とか鏡がもう本当高くて、なんかこんな感じ、私自分がもうここしか見えてないみたいな、鏡の位置高いなみたいな。ここのね、洗面台の部分も水分を大体拭き取ったら、私は最後にドライヤーで表面を全部完璧に乾かしていきます。
で終わりです。シャワーボックスもガラスなので水切りしないと石灰が白く残ってしまいます。はい、キッチンに戻ってまいりまして、またここをですね、最初はキッチンペーパーで私は拭き取ります。でその後さっき あのスポンジで最後きれいに拭き取っていきますが、最初結構汚れとかある時はもうキッチンペーパーで拭いちゃってポイってしてます。なんかイタリアのマンマとかね、毎回料理するたびにこうやって拭く人がいるんですよ。毎食後、毎回料理するたびにコンロを磨くっていうね、結構イタリア人います。皆さんどうですか、どれくらいの頻度でコンロ掃除しますか。はい、これも頻度は洗った方がいいんだけど、もうめんどくさいから今日洗わない、このまま持たします。終わり。はい、こんな感じです。キッチンの掃除大体終わり。はい、でテーブルを拭きます。テーブル拭くのはこれ、まあ、これはね、いろんなところに使える拭き掃除用のスプレーです。まあ、除菌もできるのかな。またこれで拭いていきます。はい、ちょっとね、こんなの置いてみたり、 OK。 トイレとビデはこの洗剤で掃除します。これはジェルですね。あとなんか便座とかはね、日本でこれ買ってきたの、アワピタ。てかもう12時半だ。皆さん知ってましたか、イタリアってお昼寝の時間があるので、お昼1時以降は掃除機をかけたらいけないらしいです。お昼1時から、まあ、4時まではあまり大きい音を立てちゃいけないっていうのがイタリアの常識なんだそうです。はい、今日はね、晴れてるから洗濯もします。めっちゃオレンジ、めっちゃソレって書いてる、なんか外国って感じね、この色。アルガオイルが入ってるらしい。量はいつも超適当です。今日は少なめ。柔軟剤はこちら、可愛いピンクでございます。はい、入れます。で、イタリアの洗濯機ってめっちゃ時間長いんですよ。で、めっちゃ傷むの。なんかタオルとかもガッシガシになるから、私はいつもデリケートのやつで洗ってて、時間もなるべく短く、もう45分でいいです。じゃないとね、3時間ぐらい永遠やってるんですよ。45分でいきます。掃除機が届かないところはこういうホコリ取りを使って掃除します。はい、最後の難関がやってまいりました。床の拭き掃除です。ちょっとこういうバケツ、私日本で見たことなかったんですけど、日本にもあるのかな。ちょっと洗剤入れて、そしてモップ。いや、私日本の家をこういうさ、モップで拭いたことなかったから、何これと思って、こうやってモップを洗剤につけて、ここで絞るんです。こうやってちょっと、ほっ、思いっきり体重かけて大丈夫です。で、これで拭くんですね。結構ね、固く絞ってても広範囲拭けます。はい、見てください、水が黒く濁ってます。はい、ということで今日の動画はいかがだったでしょうか。楽しかったよという方はぜひグッドボタンをお願いします。それからチャンネル登録まだの方はぜひぜひ登録してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。